せーの恋愛嬉しい！こんにちは。こ,んにちはこの番組は恋愛作家の店長と疑似恋愛の先生でさらに不安なので、石坂さんにも助けてもらいながらお届けします。<ー>最後までお付き合いください。いで、ちょっと今日えー、っと、はい、自分の都合でちょっと番組の構成勝手に変えるんですけど、はい、えっともう早速番組の紹介したいと思います。うんはい えー、この番組は毎週土曜4時半から5時までの30分番組です実際は収録放送のためリスナーさんとの時間がずれていると思いますがご了承ください、はい 番組の内容としてはリスナー参加型となっておりコーナーをメインとして皆さんの恋愛トークで盛り上がっていきたいと思いますので <laughs> ちょっと虫が飛ん<ー><虫>飛んで <laughs> 虫しまいました、ね、<laughs> なんかポトッと聞こえるが何だろうと思って戻るんですけどえっ <laughs> ともし時間が余れば空気も読ま空気を読まずに紙紙なでそっち <laughs> 虫のせいだよ止めてこれ退治しときますね <laughs> <laughs> 店長の恋愛虫を誰々と一歩取ってよなんか手を いやだな。<laughs> <laughs> で、えっと、はい、エンディングにつなげていきます、はい、で、はい、笑いも恋バナもアッパースイングを狙っていきますので、はい、皆さんからたくさんのメッセージをお待ちしております、はい、メールアドレスは 797-fmginoman.com まで送ってちょうだい、はい、それでは CM でーす、はい、ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン美味しいスイーツを食べるならハーレーカフェツーリングの休憩所にハーレーカフェ ハーレーレ見るならハーレーカフェ沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場今すぐハーレーカフェへゴー宜野湾ヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通りステンマドゥーから伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね の幸せそれは家族の幸せ心からの手当てで心からの医療をアイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します続いてはメインコーナー恋の妄想えこのコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題として 我々2人がお題に対してて答えていきますその後答えた内容を石坂さんに選んでもらい良かった点悪かった点について議論し恋愛節へ出世してもらうコーナーですただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります。手を はい。<laughs> そこ廃火。そこは<ハ>いか <laughs> 今日はあんまり喋らないようにしようかなと。なっちゃう怒られるぞそんなことしたら <laughs>。なのでえたくさんのラブメールの送信をお待ちしております。<ー>でラブメールの書き方を説明します。書き方は我々が答えた内容に評価するだけです。評価は三段階評価となっており、丸、三角、バツの評価でお願いします。で早速なんですけど、えっと今日ちょっとあのマイクを あの手渡しながらう、ねうん、ちょっとやっていこうね先生から石坂さんに変わります。うん、<laughs> お願いします。あ、はい、今渡されました。じゃあ石坂さん、すみません。あのいつも通り、はい、あの評価の方、はい、あのお願いしてもよろしいですか。はい、えー。丸評価。けんけんする。三角の評価。まあ悪くないかな。バツの評価。ダメ。ありがとうございます。<laughs> うん、あの先週先生がここ読んでるんでななななんかやっっぱしっくりこないいなみたいな、はいはい、どっちがいいのかないいいやどっちがいいのかな <laughs> じゃなくてあの石坂さんがいいですからねね <laughs> そこらもね多分聞かなくてもそうだろうなと思うけど、ね、う対象にならないのそれはね <laughs> で、えっと、戻るんですけど「ラブメールには、えー、店長と先生それぞれに丸三角の×の評価をつけて送信するだけです」はい、なんか今ちょっと若干手が震えてて文章が読みにくいんですけど、はい、とりあえずちょっと頑張って読みましょう。 うんなんかあの始まる前にちょっとテンション上げて喋りすぎて今になって緊張感が伝わってきてるみたいなところがあってでえっとまあちょっと脱線したんですけどえっと送信されたえラブメールをえー集計してで我々の勝敗を決めていきますでどちらかが三連敗した場合は罰ゲームで我々が自腹でプレゼントを準備しますで準備したプレゼントは三連敗した次の週に 前もって、えー、と番組のこの、まあ、恋の妄想の、えー、テーマお題,お題自分たちが答えてるテーマだよねそうそうそうそ,う、うん、それを、えーとまあ、ツイッターで告知してツイッターで逆に、えー、となんていうんですかねこのお題に対する答えを書いてもらってその中でいいものを厳選して、うん、逆にまあ 先生かか店長かどっちかでリスナーさんから来たのを読んで石坂さんに評価してもらう、うん。で見事石坂さんの評価に選ばれればこちらからプレゼントをこのリスナーさんに発送するっていう仕組みでいこうかなと。 で、ってって俺らに負けた場合、残念。賞はないの？<laughs> 俺らに負けた場合、残念。賞いらなくね。<laughs> っていうか家庭勝てないと思うけどね <laughs>。<laughs> 俺らもね <laughs>。うんってか俺らに勝つの当たり前だろみたいなところがあるんで、はい、うんだから。まあなんかそれに対して送ったら、まあほぼほぼ勝てんじゃないぐらいの気持ちで送ってほしいなと思ってるんです。ね、うん、<laughs> そこら辺もちょっと勝負してほしいなって思ってます。はい。 でえー、っと今週のお題なんですけど、はい、え先週が、えーっとですね、家に誘い文句で、まあ、見事に彼女を家に連れ込んで。はい 何したのそっち連れ込んで言葉が悪いですね何したのって言う言葉を言いて一緒に自分っちに帰ってね何したのってそれで一晩一緒に眠ってね眠るだけで朝おはようって目が覚めたんでしょ待って待っておはよう俺がお題の中に盛り込んでるから言うなよ幸せに感じたんでしょねえっとじゃあお題読んでいきましょうねちょっとネタバラしやめてもらいますねえとお題なんですけど今週のお題シチュエーション読んでいきましょうね えー、朝彼女の「おはよう」で目覚めた僕は、はい、彼女がそばにいてくれることに幸せを感じました、うん、その日は彼女がしてくれる一つ一つの行動を見て心の距離が近くなっていることにうれし,しく思いました、はい、楽しい時間はあっという間に過ぎました辺りはすっかり暗くなったので彼女を家まで送りました、はい、家の前に着くと彼女は無言のまま車から降り窓越しから寂しげな表情で目をそらすように言いました、うん 本当はもっっと一緒にいたかったかなぁじゃあまたね。に対して、うん、まあ我々は寂しげな彼女を明るくするために、うん、どのようなセリフを伝えてさよならしますか、うん、なんですけどこれでやれるんですけど前の日からもうずっと一緒にいて、うん、もう夕方はまあ夜かな夜に送って帰る そうそうそうだからちょっと文章今回、うんうん、今回っていうかこれから先このコーナーのシチュエーションについて自分ちょっと力入れようかなと思って。うんうんはい、あこののシシチュエーションの部分よりリアルティが出るようなシチュエーションを文章化して。 でいつかまああのー、バックナンバーの清水伊織さんに近づける存在を目指して、はい、<laughs> とりあえずここから修行していこうからみたいなあ今からの寿命で足りるかな <laughs> <laughs> 墓行く手前ぐらいで足りるんじゃなどうにか <laughs> どうかな <laughs> <laughs> でも一応あのばあちゃんが言ってたけどうん、うん、やっぱあの人間やれば必ずなんかそういう結果は出るから頑張りなさいそうだね。うん その言葉いただいたただでまあ最終的に「自己満」でいいからね。<laughs> そ,れうな <laughs> それ言うな。で,、まあでうん、今回も「えっとうん、おはよう」で始まって、はい、で帰す時は辺りはすっかり暗くなったので、うん、っていうのは、うん、まあもう夜ですよ。うん、もう帰るお互いに明日の仕事もあるんで、うん、この時間帯に帰らないといけないですよっていうのを表現するために、うん、まあ暗くなったのでうちへ 家まで送あもうね明日のあれも予定もあるからお互いにこの時間で帰ろうねっていうのが。でこれのテーマの中で、うんえっと、今回自分たちが発するお題で、はい、まあ彼女をどうしたいかっていうのが、はい、まあ結局ちょっと一緒にいる時間が長くて、はい、でやっぱ帰りたくない。 っていう部分から彼女を安心させて逆にちょっとあの明るくした気持ちで「OK 分かったじゃあ帰ろうね」みたいなニュアンスな言葉言葉っていうか心にできるような感じなセリフ選びちょっと前置きがかなり長いけどそんなニュアンスなんですね。寂しいっていうのをちょっとどことなく忘れた感じで帰れるような。 あの言葉結構なここら辺がな。今までなんか臭い 臭い感じでずっと考えてきてきたからね、うん、ただ臭く知ればいいだったんだけど、うん、<laughs> 今回逆になんかちょっと彼女のさ寂しさをちょっと紛らわすような感じっていうかそんな感じよね、うん、そう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 、うん、で俺らにそんなセンスがあるかって言ったらはっきり言ってないです、うん、なのでちょっと俺らなりにある程度考えてきました <laughs>、うん でそれをやりたいんですけど、はい、えっと石坂さんセリフは大丈夫そうですか、はい、大丈夫ですかじゃあちょっとマイクをあリレーしてお願いします <laughs> で今石坂さんの手にマイクが渡ったのでえっと店長の方からいきましょうねでちょっと今日トーンをどん,どんなトーンで読もうかなっていろいろ考えてたんですけどまあもう一応もう やっちゃおうかなみたいな感じでやりましょうねじゃあ伊坂さんすいませんいつも通りお願いしてもよろしいですかはい、はいはい、本当はもっと一緒にいたかったなじゃあまたねありがとうありがとうの言葉を作文にしてみました得意な棒読みで発表しますあ明日もり理,理想の君にががむしゃらに会いに来てと突然現れる僕を見てう 嬉しそうに「おかえりにただいまで答えるね」「チャンチャん。じゃあまた明日な」です。ちょっとあれでしょ少し感情こもってたしちょっとあれでしょ。で,ょ <laughs> でこれ補足なんだけど、うん、なんか普通に言葉を並べて、うん、今の言葉を言っても明るくならないんだよ。うん、で逆にああいう絵を作文だったら自分もちょっと。 小学生に戻った感じで、声の音を乗せきれるだろう。っていうので、うん、アイウエオ作文をあえて引っ張り出してきました。ああ、いいね。うん、もうだからテーマはアイウエオ作文なんですね。<laughs> それはちょっと、あの、アレンジした。今回タイトルもついてるの。うん、アイウエオ。タイトルついてないよ <laughs> そっちみたいにタイトルはつけないけど、でもタイトルをつけるなら、アイウエオ作文だよね。<laughs> もう、細く、これだけはもう。あの、アイウエオ作文の中に、気持ちも入れて、で。 <laughs> えっと彼女が思ってくれたお礼の言葉のありがとうもつけましたあちょっと今回あれだなだから俺か今日は勝てるんじゃないかなってちょっと思ってるんだけどあ<ー>まあでもちょっと連敗続きなんで,でもちゃんとあのテーマに沿ってるからね明るくするっていう。 いいねいいでしょ <laughs> いいでしょ負けたななかなか,なかなか自信ありげな感じだよもうちょっと読むの嫌になってきたけど <laughs> 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 じゃあ石坂さんから発信なんでまたマイクをちょっと元に戻してもらいますはいじゃあ今渡りましたのでえっと先生の方は準備は大丈夫です心の準備はもうはい何ちょっとこのやっつけかみたいなああ、もうはいって言ってましたねそうですね今マイクある程度喋ってたね <laughs> <laughs> ああごめんごめんそうだね今降った俺がおかしかったねごめんごめん失礼しましたじゃあ石坂さんじゃあ同じようにセリフお願いします本当はもっと一緒にいたかったなじゃあまたねはい今ちょっと中継繋いでます楽しかったねありがとうさっき車で話してくれた石坂さんの好きな曲次会う日まで完璧に歌えるように練習しとくね 石坂さんも自分の勧めた。好きな曲たくさん練習しといてよ。次会うまで毎日練習サボってないか確認するからね。じゃあまた明日です。ちょっとあれでしょ。<ー> <laughs> 分かりづらいでしょ。でもなんかこれ <laughs> なんか、あのその人のためにその曲を練習するとか聞、うん、くっていうの。うん、俺もやってきたから、うん、なんかその心は。 だからもう要は今離れるのが寂しいんだけど、うん、その離れた後もお互いなんか共通のこの何て言うのかな話題っていうの<ー>でこれは車の中で話して2人しか知ってないことだけどそれをお互いずっとまあ曲だったら曲を聴き続けて。 まあその曲を聴くたびにまあこの話してたことと思い出すたねあんま寂しくならないかなみたいなでそれを確認するねっていう口実で毎日電話するねみたいなだから寂しくないよねっていうことでじゃあまた明日電話ね電話しますみたいなっかちょっと今日考える時間が短かったちょっと弱いね弱いねんか今までのあの感じでね俺連敗してたなっって思たね 負けてるのと俺この感じに負けてんのかみたいな感じがちょっと感じてたから<う>んかなんかふんわりしてるよね、うん、なんか一言で表すんだから,、ね、だからななんかテーマをちゃんともうちょっと作り込みたかったんだけどねなんかふんわりしてる感じが<ー>まあでもあんまねあとても良かったと思うんですいど何か人の全部なんかあのあれだな、ね、<う>ダメ出ししたら俺がダメな人間みたいだね <laughs> であとはまあそれについて石坂さんに評価してもらうんでう勝利して流してもらう曲まで考えてたのにな <laughs> だからまあ吉坂さんが選ぶのが我々にとっての答えですよじゃあもうあと自分はドラムロール鳴らす係なんでちょっと落ち込んでる感出してる今落ち込んでるのああそうなの落しましょうねこの感じはお礼じゃないそうだね石坂さんに変わりますはいじゃあ今中継つなぎますちょっと待ってくださいさんんんどなななです今一応とく はい、ま,あまだ考えてても大丈夫ですよ、はい、まだ考えが固まってなければ <laughs>、はい、いや怒らないよら俺はだから客観的に今2人のねあの意見での中の話だからうん、うん、それを石坂さんはどう捉えたかは、うん、俺らとはまた違うさ、うん、はい <laughs>、はい、大丈夫ですか <laughs> はい大丈夫です <laughs>、うんはい、じゃあドラムコール入りましょうねはい行、はい、<laughs> きまーす あちょっとすいませんね、今なってますかね。<noise> <laughs> 今,今、今、あのちょっといろいろとあの、<laughs> 今、今はちょっと事故ですね。今回は 店長ありがとうございます俺今日負けたらどうしよっかなと思ってたよ俺このアイウェイを作文を掘り出すのにとんなに時間かかったからありがとうございますでもあの勝ててよかったな今回はちょっとな負けたなよかったなもう一回ちょっとだけあの石坂さんにマイク渡してもらっていいです石坂さんちょっとだけえっアイウェイお作文で持ってきた感じってなんていうんですかねあのちょっと気持ちが楽になるっていうか んていうんですかねこの「相上作文」の感じできたら、はい、女性ってどんな感じになるかなと思って、はい、でもなんか一回この寂しいのは忘れるんじゃないかなっていうあ、ね、あやっぱ忘れますちょっとインパクトがやっぱ強かったあの今後、ね、女性とそういう恋愛をした時にこの「相上お作文」ってどこで使えるのかなっていうのを聞いておきたいよねっていう。 いやでも 分からんでしょうもしかしたらそれが見けてから、はいはいで「店長大好きも離れきれない」とかって言われるかもしれないですああ,ああいう作文でそこまで持っていくのはどうかと思う,まう、ね、今のこのシチュエーションは素晴らしいと思うなんかあのーうん、いつも臭いセリフばっか考えてるからああな,んかなんか臭くない感じで感動させたいみたいなねあ,あ連勝が止まってしまった <laughs> <laughs> そうで今この連勝が止まったで思い出したんですけどああ現在の勝敗が、はいはい、えーっと 先生が4勝で店長が3勝なんですね。で今回そう逆転いつの間にか俺なんかやられてる感あったんだけどで負け癖がついてから牛見ながら「俺どうしよっかな」みたいな牛負けたらもう戦えできないっていうねなんかいろいろあったんだけどこれで4勝4敗でちょっとエンディングで最後しゃべるんですけど。 えっと自習がちょっともう思いっきりコーナー考えてきてるんであもうテーマまでうんテーマまで考えてきてるんでで一旦ここでえっと曲まあ今回自分勝ったんでいいっすかあのバックナンバー推しの番組なんでこの番組はバックナンバーを応援しますっいバックナンバー流しますねありがとうございます超嬉しいですよ本当にあくっさあ曲紹介しましょうねバックナンバーで 君の恋人になったら、はい、そろそろ時間も迫ってきましたので、来週のお題を発表します。お願いします。えー、来週のお題は、はい、休日のデートプランです。で、今回めっちゃ考えました。うんはい、あのー、恋の妄想を盛り上げるためにどうするかっていうのを考えてきて、はいはい、で、このテーマ、えーうん、休日のデートプランなんですけど、はいえー、デートプランを自分で、うん、まあ我々でプレゼンして、うん、で。 このデートプランのシチュエーションを喋ってもらいますその後にデートプランのシチュエーションをだからまあ何て言うかな簡単に言えば石坂さんから発信してもらうのは今考えてるのは。 じゃ行こうみたいな家から出ますよ。あ、マスタートのスタートみたいな。そで、それの中でえっとまあデートプランを設定するんで、我々がここに行ってでこういう会話をして、まあこの例えばじゃえっと朝から始まるんで、モーニング食べに行ってでモーニングでの会話、まあサンドイッチ食べながらなんか。 ケチャップついてるよみたいなそういうなんかあのシチュエーションも昭和のドラマかってまあ昭和なんで生まれが昭和なんでそうなんですけどケチャップついてるよみたいな手のシチュエーションを盛り込みながらこの流れも自分で説明しつつ曖昧にセリフも入れていくみたいなで石坂さんが言うまあ彼女が言うセリフも自分で考えてこのセリフに対して彼女からこんなセリフが返ってくるまあ 逆を言えば我々から知れば、うん、このセリフに対して、うん、こんな言葉を彼女から返してほしいみたいなシチュエーションをああああどっちに対してもそういうことかそう自分が言いたいこともそうだし彼女に言ってほしいこともそうだしそう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 ああで 条件があって日、うん、日の出かからら没ままででだ夕方朝スタートして夕方まで夜は意外にお酒入ってるから何かしらの下心あるけど時間がないな、うん、えっと <laughs> で、えっと、それはいいんですけど、うん、えっとでそれでこれ結構長くなるはずなんで次週はオープニングなしで行きます。もうすぐ入った瞬間に <laughs> コーーナから続いてはメインコーナーからスタートしてでメインコーナーをメインにどうしても文章が長くなるんで。っていうか考えるの1週間で足りないよね。でそれのひと流れを聞いてもらって最後石坂さんがこんなシチュエーションがいいなっていうのを我々2人の中から選んでもらう。 言葉も自分たちで考えながらシチュエーション構成するからだからもう来週ラジオ聞いたらはい続いてはこのコーナーで始まりますから皆さんよろしくお願いします。いは